ご自身としてもここ数試合はあと1本というところがあったと思うんですが、その中で今日はあと1本が出ました。そのあたりはいかがですか。まあそうですね、塩を握りしめて、自らの体にかけて、清めた体で、あとはもう気持ちでぶつかるっていう作戦が成功しました。はい、先頭柳田、簡単にストライクは取れなくなってますから、はい、さあこの辺り右中間どうだ、追っていく追っていく、真ん中で割っていった、柳田は二塁に向かっていきます。柳田ツーベースヒットで出塁、やや高めに浮いたボール、ちょっと力のないボールでした。まあでもいい時だったらホームランするんでしょうけどね。そうですか。もうやっぱりラインドライブがかかってますもんね。でもやっぱり少しずつやっぱりボールが甘くなって高くなってきてますからね、はい、今のボールご覧の高さ、はい、いつものいい時はあれがボールになります。2ボール捉えた、1、2時間破っていった、3塁からシュートを勝ち越し、ホームイン、さすがですね、柳田のバット、はい、だからどっちかに両手に行くしかないんですよね。だからどういう指示をして変えたのか、はい、フォークボールですよねこれ。狭いところを破っていきました。三塁からシュートをホームイン。